内部トラキア革命組織、略称は、ブルガリア人の革命組織で、西トラキア地方及び、ブルガリア南部で1922年から1934年まで、活動した。内部トラキア革命組織の規則の抜粋内部、トラキア革命組織の規則第一章、目的第一項、内部トラキア革命組織は、民族の別に関わらず、トラキア地方からストルマ側にかけてのすべての、 不満要因を急合し、革命を通じて、完全なる政治的独立を勝ち取る目的を有する。第2項、組織は、ドラキア地方を分割し支配しようとする、いかなる国家の企みとも対決する内部、ドラキア革命組織が結成された理由は、第一次世界大戦後の1920年に、ギリシャに活動されたドラキア地方における、ブルガリア人の抑圧された状況があった。 1922年の起ド戦争においてアナトリア半島でギリシャ軍が壊滅的な敗北を喫した後多くのギリシャ人はトルコ領を去ることを余儀なくされていた。これらのアナトリア半島から流出した多くのギリシャ人がブルガリア人の多く住む西トラキア及びエーゲマケドニア地方に流入した。これらのギリシャ人難民に住居を提供するためギリシャ政府は数万人に及ぶ この地方のブルガリア人をエーゲ海の島々へと移住させた。この政策は国際連盟の干渉により中止させられたが、トラキア地方に戻ることができたブルガリア人も彼らの住んでいた住居はすでにアナトリア半島から流入したギリシャ人によって占拠されてしまっていた。このようなギリシャ領のブルガリア人に対する状況がブルガリア人を武力闘争へと向かわせていった。 内部トラキア革命組織は内部マケドニア革命組織との協力のもとタネ・ニコロフを指導者として結成された。タネ・ニコロフはかつての内部マケドニアアドリアノープル革命組織の武装勢力の指導者であった。内部トラキア革命組織の武装隊たちは地域を防衛しているギリシャの守備隊への攻撃を開始した。組織は ギリシャ領トラキア地方に住むムスリムを代表する組織と協力関係のもとに国際連盟監視下におけるトラキアの独立を確保することを目標にトラキアはトラキア人のものというスローガンを掲げて活動した内部トラキア革命運動の指導者タネ・ニコロフ1922年の末にギリシャ政府は多くのブルガリア人のブルガリアへの追放を開始し これに反応した内部トラキア革命組織の抵抗活動は活発化した。組織はブルガリア国境に近いいくらかの地域を実行支配するようになった。しかし1923年の夏にはローザンヌ条約によってトルコの権利が保障されたためトルコ人の抵抗運動は休止した。またこの頃にはすでに多くのブルガリア人はすでにブルガリアへ追放されていた。 内部トラキア革命組織の武装隊は、トラキア地方各地に浸透していたものの、組織の活動の中心はブルガリアへ脱出する、ブルガリア人難民の防衛へと移っていた。内部トラキア革命組織は、ブルガリア国内において、難民の多くが移り住んだ先のハスコボや、クルジャリを支配し、国内国家の様相を呈するようになった。組織は難民に住居を提供し、 タバコ商人から税を徴収した。組織の活動は本来ブルガリア政府のために国際問題によって始められたものであるため、やがて公式に解体させられた。しかし、これを逃れて自由トラキア委員会の故障で活動を続けた。しかし自由トラキア委員会は1934年にキモン・ゲオルギエフ率いるブルガリア政府によって公式に解体させられた。 ありがとうございます。